あ、相場ぶっ壊れたな。部から。はい、行ってきめー。14。はい。はい、2匹目。でも山川さんこれだけ。エアームドア切り裂く。切り裂く。ダンジョン？ダンジョン使ってきてなかったんでしょ。コンテンツを潰したのはね、バグをね、放置し続けてきたツケですよ。お、ゲッツ。11、はい。いや、鍛錬平原、これ結構きついぞ、これも。はい、ゲット。10。あ、いいね。普通にさ、ワットアイテム、じゃねえや。BP アイテム手に入るやん。価値落ちたな、BP の。二次三次所属してよ。今から始める人には。いいですね。いいですね。全然。いや、でも、これ逆にさ、こんだけ大盤振る舞いしちゃうと、必須になっちゃうかもしんないね。DLC が。大体分かってきたわ。あっ、顔出しできないならいい。いやー、ださ、もう。なんで顔出ししないの？ブサイクだからだよ、ブサイク。あ、でもブサイクだから。俺、ブサイクだからさ、君たち、飯馬になれんのか。あ、それありだな。そういう、山川さんのファンかな。ブサイクだから、君たちにこの面を見せて、あー、俺よりか下がいる、みたいな、そういう、優越感をひたらするっていうのはありかもしれないよね。はい。その人に頼みましょう。うまい、君が。さあ、一周しましたね、鍛錬平原。一周しちゃいましたね。あ、こっからきつくなる。はい。あ、昔ホロライブで VTuber やってました、スマイリー山川ですっていうのはもう規約というか NG なんでしょ。おお、かんかったな。アウトなんだ。ホロライブ受かる前提。いや、受かる受かんないじゃなくて、待って、もし受かったら、ね、それはアウトだな。それアウトだよね。女性しか入れないのに。あ、知ってる知ってる、それは。いや、もし受かったと仮定した場合ですよ。タラレバの話。遺跡みたいな感じだった。ああ、おい、ここにいるやんけ。ケンタロス体力発生し。わお。ここにおるやんけ。なぜ気づかなかった？見やすいように。はい。え、体力発生してた？キュ。あと1。ああ。ここ、あったもんな。撮ったもんな。スマホで見てる、止まる。まるで見えません。あ、そっか。あった、いた。ここにいるの？これ気づかないか。しゃあ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。